皆さんこんにちは。今日も記者会見よろしくお願いいたします。今日は6項目、報告させていただきます。11月議会の補正予算で提案をさせていただく内容も入っておりますが、6項目ですね、通して説明をさせていただきますので、その後にご質問等いただければと思っております。まず11月28日、来週の火曜日から始まります、松江市議会に提案をさせていただく内容から説明をさせていただきます。今回、補正予算第6号となります。合計金額が21億5000万となっております。その内訳といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策、電力、ガス、食品等価格高騰対策が2億円。またその他の政策的事業というのが2億円、この中には債務負担行為、今年度の支出を伴わないものもございますので、この後ご説明をさせていただきます。そして財務調整にかかる補正というのが非常に大きくなっております。令和4年度の補助採択に伴って令和5年度不要となった事業費の減額もございます。この時期にですね、こうした財政調整基金の積み立てですとか、繰り上げ償還ですとか、調整させていただくことにしておりまして、それが大きく出ているということで、合計は21億5000万となっております。それでは具体的な中身について触れさせていただきます。まず1項目目、新型コロナウイルス感染症対策の項目に入っておりますが、地域の事業者を支援するということで、宿泊施設の高付加価値化のための事業者による改修を支援していくという予算でございます。1億円計上しております。これは昨年度からですね、観光庁の予算がつきまして、旅館ホテル等の施設改修をすることにより高付加価値化を図ると、宿泊単価を上げて海外からもインバウンド観光客、富裕層の方にも来ていただけるような、そういった改修でございます。今回もですね、25事業者から、そうしたニーズが寄せられておりますが、実は今、観光庁の方に申請をしているところでございまして、まだ通ったわけではございません。しかしながら、予算としては今回、提案をさせていただくというものでございます。具体的な対象事業としては、宿泊施設の高付加価値化のための改修でありましたり、観光施設の改修、また廃屋の撤去の等に充てることとしております。こちら、令和4年度に実施した事業の具体的な例ということで、バリアフリー化でありましたり、ホテル内の改装でありましたり、露天風呂の設置でありましたり、そういった高付加価値化を図っている取り組み、今年度についても予算を計上させていただきたいと考えております。次に、電力、ガス、食品等価格高騰対策の項目でございますが、同じく地域の事業者を支援するためのエネルギー価格高騰の影響を受けた指定管理者の支援でございます。松江市が保有しております、運営しております施設について、いわゆる指定管理制度で運営を担っていただいているものがございます。これ、一例でございますが、松江歴史館、市民活動センター、スティックビルですね、松江フォーゲルパーク等でございます。エネルギー価格の高騰の影響を受けて、指定管理料の生産を行わない指定管理施設についての光熱費、燃料費の価格高騰分の一部を補助するというものでございまして、3000万円の予算を計上させていただいております。次が人づくりの項目でございまして、雨の日でも遊べる空間の充実ということで、明治安田生命保険から寄付金をいただきました。これを財源といたしまして、遊具を購入して雨の日でも遊べる空間の充実を図るというものになります。このワイワイルームというのは、前回の記者会見の時に説明少しさせていただきましたが、お子さん方にですね、遊んでいただけるようなこういった施設でございまして、今年の夏にですね、試験的に開設をさせていただいて、非常に好評でございました。1日あたり平均大体80名の方に利用していただいておりました。これを12月の16日の土曜日からですね、土曜日と祝日に開設をさせていただくという運用にしてまいります。今もですね、ある程度、
優遇というのが充実しておりますけれども、今回明治安田生命保険様からですね、寄付金を頂戴いたしましたので、子育て支援のためにということでいただいた、この寄付金を滑り台はしご、ボルダリング用のボードというのはちょっと斜めになっていてですね、手をかけながらこう上がっていけるようなそういったボードなんですが、そういったものを購入させていただく予定でございます。105万円となっております。続きまして、スポーツつながりづくりでございまして、プロスポーツ振興による地域活性化としております。松江市総合体育館をですね、ホームアリーナとしております島根佐野マジックが新 B1 の入会基準を満たす形でのアリーナの改修を行うものでございまして、これまで建設技術研究所というですね、建設コンサルタントと調整相談をしておりました。で、今回事業費としてこれ債務負担行為ということで、今年度支出する、今年度現金として支出するものではございませんが、今後実地設計改修工事については令和6年度から8年度まで、維持管理と運営については令和8年度から、令和18年度まで、というので合計が42億2247万円を充てるということで、債務負担行為としての設定をさせていただくつもりです。主な改修内容としましては、ちょっと2つに大きく分けておりますが、新しい B1 の入会基準を満たすための5000席観客席の確保、またスイートラウンジの新設、トイレの増設等、一方で機能強化にかかる改修として LED 照明の改修、温水洗浄便座の改修といったことを予定しているものでございます。続きまして、土台づくり安心安全社会資本整備の項目に入れております。新庁舎建設にかかる建設資材価格の上昇への対応ということでございます。昨年度もですね、11月補正予算でいわゆるスライド条項の適用によって原材料費資材価格の高騰等の影響を受けたですね、事業費の増額分というのをこのスライド条項の適用によって増額するといった予算を組ませていただきました。今回もですね、同様に前回の時点に比べても資材価格等が高騰しているということから、現状155億7500万円でありました新庁舎建設事業費全体の金額を補正後で159億6500万円に増額するという予算について提案させていただくものとなります。主な増額の要因というのをまとめておりますが、区域工事等でですね、費用がかさんでいるということになりまして、こちら参考で付けさせていただいておりますが、例えば鋼の管交換については前回2022年6月の水準に比べて現行が 1.17 倍になっていると、生コンクリートは 1.3 倍になっているといった資材価格の高騰が見て取れるところでございます。で、今回今申し上げたように155億7500万円に3億9000万円の補正を予算計上させていただくこととしておりまして、補正後が159億6500万円と予定されております。で、こういったですね、価格の上昇が、でですね、全体の事業費が押し上がっているという状況にございますが、事業全体を通じたコスト縮減に向けた努力工夫というのは、これは松江市とですね、あとは工事を請け負っていただいている事業者の皆さんと常にコミュニケーションを図りながら、いろんな工夫見直しを図っております。例えば外構部分の一部仕様の変更でありましたり、駐車場の出入り口の屋根の寸法を小さくするということでありましたり、また移転方法の工夫ということで運搬用段ボールは再利用するとかですね、あるいは不要な重機についても再利用していくということで、以前も実施いたしましたけれども、市民の皆様向けにこういった重機の譲渡会の開催というのも予定しております。費用縮減についての工夫努力はしながら、今後も新庁舎建設に臨んでまいりたいと考えております。最後でございます。災害復旧にかかる事業ということで、令和3年5年に発生した大雨災害によって被災した箇所の復旧を進めるという費用を計上させていただいております。
農林水産施設、公共土木施設、教育施設等、まあ、合計で4735万円の予算を計上させていただいて、今回、来週28日から始まる11月議会に提案をさせていただき、お認めいただきたいと思っているところでございます。11月補正予算については以上でございまして、続いて2つ目でございます。甲州市との友好都市提携20周年を記念して出張に行ってまいりました。その後報告をさせていただきます。先般11月の12日から14日まで中国の甲州市に行ってまいりました。甲州市はですね、上海の西側でございまして、人口1200万人を超える大都市でございます。面積も相当広くてですね、四国と大体同じぐらいの面積を誇ると。で、実は20年前にですね、聖湖という名前の西の湖と書く湖と松江市の宍道湖が似ているというところをきっかけにして友好提携がスタートしております。今回20周年記念ということで交流に行ってまいりました。その内容としては、松江の魅力を甲州市民の皆様に紹介するイベントというのを開催していただきました。また今後の交流推進に向けた意見交換を実施いたしました。そして松江市立南ヶ丘女子高校が交流促進の覚書を結んでおります甲州市立の甲州第14中学校も訪問してまいりました。そしてこの甲州市というのはですね、いわゆる DX が進んだ場所ということで、中国でも、スマートシティというふうに呼ばれておりまして、その取り組みを視察してまいりました。まず最初に友好都市提携20周年の記念事業として、13日から18日までですね、松江の週というのを開催していただいております。この初日にあたります13日に、私の方が観光セミナーをですね、させていただきました。市民の皆様、旅行会社の皆様向けにですね、観光セミナーというのをやらせていただいて、100人ぐらいの方に聞いていただけたと認識しております。でその場でですね、松江市の市産品の試食とか試飲ができるコーナーを設けましたり、また日本の絵馬をですね、皆さんにこう書いていただきまして、でそれをまあ願い事をですね、木にかけるというふうなイベントもさせていただきました。そして松江を紹介する写真をですね、たくさん持っていきまして、この展示をこの13日から18日までですね、していただいたというところです。こちらにちょっとありますけれども、こういったセミナーの模様、あるいは写真展の模様です。写真展をですね、私の方でご案内させていただきましたり、また絵馬はですね、甲州市のですね、方と、それぞれまあそれぞれの座右の銘のような、そういったものを書かせていただいて、今後の交流を記念したというパフォーマンスもさせていただいております。松江城や庭園、花、温泉などのですね、松江市ならではの観光資源というのが中国でも受け入れられること、訴求できることを確認させていただきましたり、また実際にですね、来場されたお客様の中で旅行会社の方、9社からすでにコンタクトを受けておりまして、今後松江の魅力についてオンラインでの説明会を開催することとしております。今回甲州市のですね、政治協商会議というですね、これは超党派で政策を立案していく会議になりますが、そこの副主席の方に出てきていただきました。こちらの方でございまして、林さんとか林さんという方でございますが、この方とですね、今後の交流について、関係を深化していこうというふうなお話をさせていただきまして、まず一つは、牡丹をはじめとする花をテーマとした観光交流ができるのではないかと、そして歴史文化遺産を通じた文化交流というのもできるのではないかといった具体的な話をさせていただいております。そして、スマートシティといわれる甲州市の取り組みの視察もさせていただいております。都市交通などのですね、インフラ、都市インフラ管理、あるいは福祉サービスの提供などをですね、IT、IoT、あるいは AI を用いて提供しているシティブレインセンターというのを視察をさせていただきましたり、また中国最大の e コマース企業でありますアリババの本社がこの甲州市に置かれています。
創業者のですねジャック・マーさんの生まれ故郷が、まあ、この近くということで甲州市に置かれておりまして、そういった施設も見学をさせていただきました。ちなみに日本人の建築家の隈研吾さんの設計による、建物ということでございました。非常におしゃれな建物でございました。甲州市の取り組みを見させていただいて、まあ、非常に近代的にですね発達しているこの開発エリアについても視察をさせていただいたところです。でもう一つは甲州第14中学校を訪問させていただきました。2003年にですね南ヶ丘女子高校、当時は松江市立女子高校ですけども、との間で友好交流に関する合意書というのを結ばせていただいております。でコロナ禍前はですね、大体5人から10人ぐらい毎年こう行ったり来たりしながら交流を進めてたんですが、ここ数年はコロナ禍によって対面は中断しておりました。オンラインでの交流は続けておりまして、この来年の3月にもですねオンラインで交流をする予定ですが、物理的に実際来ていただいて、また南ヶ丘女子高校の生徒が先方に行くというふうな人的交流もですね今後実施しましょうということで合意をしております。今後の交流の拡大進化というのをお互い確認したというところでございました。今後もですね甲州市との友好連携を深めて交流を進めていきたいと考えているところでございます。続きまして3つ目、新庁舎の利活用、これまで取り組んでおりますことについてここでまとめてですね報告をさせていただきます。新庁舎が5月の8日に一期棟がオープンしておりまして、新庁舎の利活用をですね推進する取り組みというのを継続的に実施しております。これもイベント開催したもののほんの一部ですが、5月にはオープニングイベント、6月には、湘南の風の若旦那ことニラシンジさんに来ていただいて循環トークというイベントを開催しました。またプラバ街中コンサートといったコンサートもたびたび開催をさせていただいておりましたり、7月には新庁舎のフォトコンテスト、新庁舎テラス、まあ、だんだんテラス D テラスというふうに挙げましたけども、その愛称コンテストを実施いたしました。8月の水郷祭の時には思いやりシート、松江応援シートというのも設置させていただきまして、障害をお持ちの方あるいは高齢の方等にですね、だんだんテラスから水郷祭を楽しんでいただいたということもございました。こうした新庁舎を見て知って使うという利活用を推進しているところでございまして、3つに分けさせていただいておりますが、新庁舎の見学会、新庁舎の出前講座、新庁舎みんなのトライアルというのをこれまでも進めさせていただいているところでございます。まず新庁舎を見るということで見学会は6月から実施いたしております。見学に合わせてですね新庁舎の特徴、現在取り組んでいる第二期工事の内容、だんだんテラスの利活用などについて担当から説明をさせていただいております。今でも5人以上の団体で受付をさせていただいておりまして、平日は20人、休日は40人まで対応しております。見学場所としましては、私がおります市長室の前でありましたり、5階にあります議場でありましたり、地下にあります免震装置といったところを見学いただくということにしておりまして、この6月から始めまして、まだ半年弱でございますが、延べ55団体、約1000人の方にですね、見学にお越しいただいております。事前の申し込みが必要となっておりまして、こちらのホームページからですね、アクセスして申し込んでいただくようになりますので、ご参照ください。こういった風景ですね、議場、地下、団体テラスといった風景でございます。そして2つ目が知るでして、新庁舎の出前講座というのを10月から実施しております。これは新庁舎と市役所の役割を学んでいただくと、子どもたちと市職員が松江市の未来について一緒に考える出前講座ということで、小学校6年生を対象に実施させていただいております。学校で実施する出前型とですね、新庁舎に来ていただく来訪型と両方設けておりまして、申し込みの件数で言いますと、4つの小学校、11のクラスで281人を受け入れる、予定も含めてなんですけども、になっております。これ6年生を対象とさせていただいておりますが、その他の学年でありましたり中学生高校生もですね出前講座を受け付けますので、ぜひこちらもご連絡いただければと思います。ちなみにこちらは古江小学校6年生が、だんだんテラスに来てくださって、でまた町内でですねこの出前講座をやらせていただいた模様ということでございます。
そしてもう一つが新潮社みんなのトライアルというのを8月からやっております。この内容としましては、民間事業者など実際にですね、新潮社を活用、まずはトライアルしていただいて、で具体的なルールを考えていこうと、どういったものに使うのが一番いいのかということを検討する実証実験でございます。でこれまで19団体34事業を実施しておりまして、その内容も非常に多岐にわたります。ヨガでありましたり、野菜を売るような朝市であったり、コーラス、サルサ、子育て相談会などにすでに実績として使っていただいておりまして、今後もたくさんの皆さんに、に来ていただける新潮社とすべく、日常的なにぎわいの場となるようなですね、興味深いご提案をいただければと思っているところでございます。こうした風景でございます。最後にこちらの方に取りまとめをしておりますので、市のホームページあるいは専用サイトからご確認いただければと思っております。続きまして、松江環境フェスティバルのご案内です。副題として楽しく循環始めよう SDGs としております。今度の日曜日11月26日の朝9時から、午後3時まで開催をいたします。場所は松江市役所の1階エントランスと段々テラスになっております。主な内容を説明させていただきます。まず先ほど申し上げた若旦那ことニラ真嗣さんがですね、来ていただきまして、市民参加型のワークショップを開催いたします。これはお子さんが対象となっております。具体的に予定しておりますのが、みんなで作ろう松江の環境未来へと題しまして、ヨシで作りましたヨシ紙に手形を押して、松江を 守ろうというふうな目標をですね、それぞれに書いてもらうと、名前も書いてもらうというふうな未来、環境未来へというのを作ります。これは1階のエントランスで実施いたします。またおいしい干し柿をみんなで作ろうということで、東出雲町のですね、畑地区から講師の方を招きまして、1人3個程度持ち帰って食べれると。柿の皮はですね、会場内のあのタンスで作ったコンポスト、あの生ごみを堆肥化するような道具ですね、ここに入れていただくなどして、ごみを出さない工夫も学んでいただくというものでございます。それともう一つが、みんなで作ろう稲わらでしめ縄としておりますが、お正月のしめ縄をですね、お米を収穫した後の、稲わらを利用して作るということで、これ日本の伝統も学んでいただき、資源循環のあり方についても学習する機会になるというふうに思っております。また表彰式、感謝状の贈呈式も予定しております。松江市生活環境保全功労者の表彰、またクリーン松江というゴミ収集への協力をいただいた4団体への感謝状の贈呈というのを予定しております。加えて新事故の絵画コンクールというのを実施しておりました。将来こんな新事故になったらいいなというテーマで、小学生を対象にコンクールを実施しまして、その入賞作品を表彰をさせていただきます。ちなみに会長賞は新事小学校の6年生永原夢乃さんが書かれたこちらの作品となります。そしてこれもかねてよりですね、レジ袋の代わりに用いておりますレジゴミ袋、スーパーに買い物に行った時にですね、レジ袋というだけではなくてゴミ袋としても使える、レジ袋、レジゴミ袋という言い方をしておりますけれども、このイラストを募集しておりました。後でまた出てまいりますのでご説明しますが、市長賞は島根大学附属義務教育学校8年生の、平郷優奈さんのこの作品に決まっております。これをまた入賞作品ということで表彰をさせていただきたいと考えております。加えて子ども環境活動感謝状の贈呈、学校や地域で環境活動を行っている方の表彰でございます。また松江市の再生可能エネルギービジョンマスコットキャラクターとこのマスコットキャラクターの愛称の募集をしておりました。その最優秀賞を表彰させていただくといったイベントも催します。でちなみにすで、に決まっておりまして、今初お披露目でございますが、マスコットキャラクターはのぎ小学校5年の佐々木咲さんが、命名してくださいましたゼロタンという名前になっております。これは、いわゆる脱炭素ですね、カーボンニュートラル
炭素をゼロにしていくというのと、まあ、ゼロ炭というちょっと可愛らしい響きですね、それを兼ね備えたキャラクターになっているというものでございまして、今後脱炭素を進めていく際に松江市のキャラクターとしてですね、ゼロ炭をどんどん使っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてもうちょっと続きますが、省エネチャレンジシートという小学校4年生を対象にした夏休みのですね、省エネチャレンジをまとめた、シートがございます。その取り組みに係る優秀校を表彰させていただくというもの、またグリーンのカーテンフォトコンテストというのも実施しておりました。これはゴーヤーの苗でですね作ったグリーンカーテンというのを写真に収めるというものでございまして、入賞者の方を表彰させていただきます。最優秀賞は徳田八雲さんでございます。その他楽しく便利な企画というのがいくつか用意されております。環境に関わる映画紙芝居の上映、これは2階の会議室でやっております。白百合保育園、白百合第二保育園の園児の皆さんの作品の展示というのもやっております。これは SDGs 学習交流会というのを松江環境整備事業協同組合と実施されたことのお礼でですね、お子さんたちが描いた絵の展示ということでございます。そしてフードドライブと未使用の食品をですね、社会福祉団体を通じてお届けするというのがこの取り組みになります。まずはこの場に未使用の食品を持ち寄っていただきたいと考えております。未使用のものというのはですね、未開封で常温保存できるもの、そして賞味期限が来年の2月以降になっているもので、具体的にはお米とか缶詰とか瓶詰とかフリードライ食品とか、こういったものでございます。社会福祉法人を通じて生活困窮世帯などにお届けするということを考えております。でもう一つは古着のリユースでございます。来場された方がですね、ファーマーズマーケット、ここですけども、に不要な洋服を持ち込んでいただきます。で、洋服をかけるためのこうしたハンガーは市の方で用意しておりますので、まあ、これにこう引っ掛けていただくと。で、一方で、それが欲しいと必要とする方は自由に無料で持ち帰られるというものでございまして、初めての取り組みですが、まずはちょっとトライアルとしてですね、やってみることにしております。また企業の出展ブースもございます。省エネや再生可能エネルギー、循環型社会に取り組んでいただいている各会社さんの展示ということになります。こうした会社さんがご展示をいただくという予定で、1階フロアのエントランス付近でブースを出展いただきます。11月26日のですね、開催でございますので、松江環境フェスティバル、たくさんの皆様にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。そして先ほど少し申し上げておりましたレジゴミ袋のデザインが決定したという話題でございます。まずレジゴミ袋といいますのは、プラスチックゴミの削減を目的にしまして、今年の2月から販売を開始しております。レジ袋というのがですね、大体ゴミ袋と指定のゴミ袋というのが10枚で売られてるんですけども、これを1枚ずつ売るようにいたしました。ですので、まあ、1枚ずつにその、値段が分かるような商品が特定できるバーコードを つけたりですね、またそういった作業をして、ゴミ袋を売り始めました。でつまりはゴミ袋なんですけども、まあ、プラスチックで普通にできたもの、きれいなものでございますので、まずは商品を買った時のレジ袋に使ってもらうと。もちろん自分で、マイバッグをですね持ち込んでいただく人も多いかと思うんですが、まあ、荷物が少し多かったような時にレジ袋を使う、まあ、代わりとしてですね、このレジゴミ袋を使っていただくという取り組みをしておりました。ただ一方でですね、ゴミ袋をレジ袋に使うのに抵抗があるというふうにおっしゃっていただく方もいらっしゃいました。そこで少し可愛いキャラクターにしてですね、キャラクターをプリントしたレジゴミ袋を作ろうということで、今回そのレジゴミ袋の図柄の募集をさせていただいたところでございます。ちなみに今ですね、三島やイオンなどの計23店舗でこのレジゴミ袋は販売しております。今回は SDGs 未来都市、自治体 SDGs モデル事業脱炭素先行地域に本市が選定されましたのを記念して、限定2万枚としてですね、この1月から販売をさせていただく予定でございます。
今回応募多数いただきました。355点のご応募、入賞した作品を9点選ばせていただいております。先ほど申し上げた通り、表彰式を11月26日の10時からダンダンテラスにおいて松江環境フェスティバルの、一つのイベントとしてですね、開催させていただきます。で、入賞された作品の展示はですね、同日26日の9時から15時まで市役所の1階フロアでしております。でその後、来年1月にはイオン松江においてですね、全応募作品も展示させていただく予定としております。でこちらが先ほど一旦見ていただきました、島根大学附属義務教育学校8年の平郷優奈さんの作品でございます。こちらを視聴賞とさせていただいております。これが10キロの袋になります。でこちらの方が、あ、間違えました、まあ、同じですけど10リットルの袋になります、すいません、10リットルで、こちらがですね、特別賞ということで20リットルの袋になるんですが、島根大学附属義務教育学校6年の、佐下島渚さんの作品、松江城をモチーフにした作品となっております。これらこの2つのですね、レジゴミ袋につきましては1月から販売を予定しております。それぞれ1万枚合わせて2万枚の販売となります。また松江市では合わせまして、このレジ袋の販売協力店を募集しております。先ほどの三島屋さん、イオンさん等々のですね、に続く販売協力店の方にもぜひこちらの方までご連絡をいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは次の、最後の話題となります。令和5年度の国際文化観光都市松江レディースハーフマラソンの参加者募集のお知らせです。これが昨年度の大会の模様、今年の3月19日のスタート地点の模様でございます。今回レディースハーフマラソンについては、来年の3月17日日曜日の開催の募集をさせていただきます。種目が4つございます。ハーフマラソン、こちらは女性の方の参加、レディースマラソンということになります。それ以外につきましては、ご参加、これは性別問わず出ていただくことができます。10キロ、ジョギング 2.6 キロ、ちびっこマラソン、1キロということでございます。それぞれ参加料を書かせていただいておりますが、詳しくはこちら大会ホームページから詳細をご覧ください。また申し込み方法につきましては、これまでインターネット、ランネットからの受付に限っておりましたけれども、一般の方、高校生の方、小学生の方までいらっしゃるですね、この第3部ジョギング 2.6 キロ、そしてまたお子様が参加されるちびっこマラソンについては、インターネットでですね、お一人一人ご登録されるというのもなかなか手間がかかりますし、個人情報の問題等もございますので、郵便振り替えをですね、この3部と4部につきましては今回から導入をいたしておりますので、どちらかの方、3部4部のみ郵便振り替えはあるわけですが、これらの方法でお申し込みをいただければと思います。申し込みの終わりはですね、来年の1月31日あるいは1月の15日ですので、お忘れなきをお願いいたします。ちなみにこのレディースハーフマラソンではですね、昨年の大会、昨年度の大会、今年の3月の大会で優勝された北川さんが、その後の大会でも優勝されておりまして活躍を遂げられております。また平成31年優勝された鈴木選手はですね、パリ五輪の代表に内定されておりますし、過去には高橋尚子選手、野口みずき選手のようなですね、マラソンの金メダリストの方も参加されたような、若手女子選手のですね、活躍に結びつく、登竜門と言われているような大会でございますので、ぜひともですね、たくさんの方にまた参考いただければと思います。先ほど申し上げましたように、一部のハーフマラソン、レディースハーフマラソン以外はですね、男性の方の参加もできます。ぜひ振るってご応募ください。改めてランネットのエントリーはこちらになっております。はい、私からは以上でございます。ありがとうございました。幹事社からは1点だけ質問よろしくお願いします。はい、まず出張お疲れ様でした。みんなのトライアルについて伺いたいんですけど、はい、いろいろ実証実験されてきた中で、こちらは終わった後とかアンケートを取られたりもされてるんでしょうか？その通りです。事業を実施していただいた方、あと参加いただいた方に声も寄せていただいて、で、どこが良かった、あるいはちょっと不満があった
というようなことをですね、検証して、まだトライアル続けておりますので、利活用のあり方を、まだ一気筒が今オープンしたところなので、今後に一気筒がオープンするのにもまた合わせる形でですね、いろんなイベントをやっていきたいと思っておりますので、市民の皆さんにも幅広く、土日に結構やってることが多いですので、来ていただければ何かやってるということもありますし、市の SNS 等でもかなり広報は今後もやっていきますので、ぜひご参加いただければと思っております。具体的に良かった点とか改善した方がいい点とか寄せられている声あったら教えていただきたいです。はい、ちょっと私が知る限りでなんですけども、最初ちょっとトライアルでコンサートのようなことをやった時にですね、電気が、外から電気を取ってたんですけど、それがちょっと間に合わなくて、で1回電気が落ちた、ブレーカーが落ちたというようなことがございました。で中からつなぎ直したりですね、つなぐ、配電盤というかっていうのも特定できたので、それ以後は起こっていないんですが、そういった改善点というのは、やってみないとちょっとわからない部分もありますので、繰り返しやることで改善を図ることで、またいいイベントの開催につなげていけるのではないかなとは思っております。あとはすごく、なんというか良かったという声をいただくのは、やっぱり宍道湖がこんだけ近いところでですね、非常に見晴らしがよく気持ちよく過ごせるところで、机や椅子も置いてますので、お弁当持ってきて食べていただいても全然構わないので、それをこうイベントに行きながらですね、ちょっと休みながらできるというのは、屋根もありますので、そういったところは非常に使うのに使い勝手が良かったり、あるいは一般の市民の皆さんが非常に楽しめるし、ゆっくりできるし、ありがたいというふうな声もいただいております。ありました、ありがとうございます。幹事社からは以上です。はい、いいですか。はい、じゃあお願いします。山陰庁新報さん。すいません、山陰庁新報の佐々木です。すいません、本日発表いただいた補正予算関連でちょっと伺いたいと思います。はい、9ページで発表いただいたですね、体育館の整備の関係のことでちょっと伺いたいんですけれども、すいません、もうすいません、はい、お願いします。債務負担行為で42億円ということなんですけれども、はい、これ、実施設計込みということですけど、大体 そのこのぐらいの規模感というのが分かったのかなと思うんですけれども、はい、現時点でこの改修についてですね、はい、今どういうところに取り組んでおられて、で、今後この規模感が判明したということなんですけれども、今後 のスケジュール感というか、そういうのをちょっとお願いいたします。はい、分かりました。来年からですね、公募を開始する予定です。でそれはですね、ここに書いております実施設計改修維持管理運営というのを一括して公募にかける予定としております。よくですね、デザインビルドオペレーションっていうので DBO 方式と言われる方式で、スポーツ施設なんか新たに作る場合、あるいは改修する場合というのは極めて一般的です。今回建設技術研究所というところと、もういろんなこう、具体的な今後の改修に向けた段取りを調整している中で、その DBO 方式というので公募にかけるということを、今検討しているところでございまして、ですので来年公募期間を得た上で公募を実施し、でここにあります通り8年度までのところで実施設計そして改修工事を完了するということが必要になってきますし、8年度中に2026-27シーズンというのが始まりますので、そこから維持管理運営業務も始まると。ですので、そういったことをこう一括して請け負っていただくような、これ一単体事業者というよりはですね、コンソーシアムという言い方をよくしますけども、企業連合体ですね。建設通常の新庁舎の建設工事なんかでも、いわゆる JV っていうジョイントベンチャーを組んだりしますけども、そういった企業連合で受けていただくような、イメージを持っておりまして、でそういった事業者の公募の手続きというのを来年から入っていくということを、もちろんこう予算をですね、提案させていただいて、議会の方で議決いただけましたら、そういった段取りに入っていきたいと思っております。すみません、ちょっと小的なことで申し訳ないんですけど、企業連合体でやっぱ受けていただいた方が、なんというかこうより良い整備というか、そういうのにつながる。
結局こう事業が多岐にわたりますので、実際のこう改修工事の部分がもちろんあり、そしてまあ運営していく業務がありというと、それぞれこう得意分野がある、まあ企業がこう一緒になってですね取り組んでいく、まあ、それは ある種リスク分担でもあると思うんですけども、そういった取り組みをするのがまあ極めて一般的ではあります。もちろん要件のちょっと作り方にもよるんですけど、単体でできる会社がいらっしゃればですね、そういったことも可能かと思います。分かりました。それとですね、ちょっと財源的なところになるんですけれども、夏に、発表いただいた際に運営会社 のバンナムさんの方から のふるさと納税を当てるとかっていう、まあ、そういう考えもあるということでしたけれども、先方と のやり取りというか、いくら寄付をいただくとか、そういったことのやり取りはこれから始めていかれる感じなんですか。はい、7月の10日に共同で記者会見を先方の宇田川社長と一緒にさせていただきました。ですので、その時にふるさと納税も活用してというふうなお話もいただいておりますので、今後ですね、そういった調整でふるさと納税によるこういったスポーツ施設の改修については広く募集もしていきたいなというふうに実は思っておりまして、ですので、特に新 B1 基準のクリアをしていくためにですね、やっぱり必要な金額結構大きくかかりますので、そういったものをもちろん島根スターのマジックのメインスポンサーであるバンダナムコさんももちろんなんですが、地元の企業等ですねにも幅広く募集する形で、みんなでこう一緒にですね、回収の実現を図っていくということができればとも考えているところです。ありがとうございます。いかがでしょうか。読売新聞さん。今のお話の続きなんですけれども、はい、バンダイナムコさん以外にも、地元の企業に、お金をふるさとに募るという話だったんですけど、当初その主にバンダイナムコさんに負担してもらうと言ってたのから、はい、ちょっと お考えが変わったのは何が原因なんですか。そういったことではありませんね。まさに記者会見の時にも言っていただいたように、バンダイナムコさんが、ふるさと納税を通じて今回の回収の資金についての手当をしていただくというふうなありがたい申し出もいただいております。で、一方で地元この、松江島根においてですね、活躍してほしいというふうに思っていらっしゃる企業さん、スポンサーの方なんかもたくさんいらっしゃいますので、またそういった方のご好意にお応えできるようにですね、ちょっとこちらから言うのはあれなんですけど、できればこちらからの、またこういった回収の機会というのを捉えてですね、手を挙げたいというふうな企業さんがいらっしゃるのではないかというふうな思いで、今回、また募集についてもさせていただきたいなと思っているところです。なのでお示し していただいている方針としては、夏に合同で記者会見やった時と同じということですか。はい、何も変わっておりません。なるほど。今だから新しくその方針を言われたってわけではないってことですね。そうですね。わかりました。すいません、ありがとうございます。あとですね、その新庁舎の、総工費の増額に関してなんですけれども、資材価格の高騰は世界的なものでして、でその影響を受けるのは、新庁舎建設に関しては例外ではないということだと思うんですけれども、とはいえ一方でですね、ここまで総工費上がりに上がってまだ上がるのかと思われる市民の方も一部いらっしゃると思います。はい、そういう方に対してですね、ちょっと、ご説明といいますか、はい、その端的な言葉でですね、納得できるようなお言葉をちょっと頂戴できればなと。はい、今回たまたま新庁舎の利活用についてもご報告させていただいたんですが、当然この新庁舎市民の皆さんのためのものですので、今回工事費がですねこうやって上がっていってるというところは、どういうふうにこう税金を使っていくかという意味では、それを市民の皆さんにやはり戻していくということが必要だと思います。有効に活用して市民の皆さんの憩いの場であったり集いの場にしていくという、利活用をしっかり取り組んでいくのがですね、この新庁舎建ててよかったなというふうに思っていただける一番のポイントだというふうに思っておりますので、今後も先ほど申し上げたような工夫もしながらですね、イベント等の開催、市民の皆さんに使っていただきやすい新庁舎、開けた新庁舎というのを作っていきたいと思っております。今回の増額はやむを得ないんでしょうか。はい、やむを得ないものという認識です。それはどうしてなんかもう一度聞いてもいいでしょうか。
先ほど、おっしゃっていただいた通り資材価格の、まあ、これ世界的な高騰というのがございますので、そうした中で、まあ、一定のルールに基づいてですね、まあ、全国的に一般的なスライド条項という契約条項に基づいた、形での、工事費の増額となっておりますので、まあ、こういったこと自体はですね、松江市やしかもまあ新庁舎に限って起こっているわけでは実はございませんで、全国的にもまあ一般的なスライド条項の発動というのは起こっておりますので、そうした中ではまあ受け入れざるを得ないものというふうに考えております。ありがとうございます。 NHK さんお願いします。 NHK の佐藤です、はい、すみません、今の質問に付随して、はい、11ページこのコスト削減に向けた工夫というところで、はい、具体的にここに挙げられている工夫をされて、はい、こうまあ、どの程度コスト削減につながったのかとか、もし数字上で分かれば教えていただければと思います。分かりました。まずですね、この取り組み自体は今回のスライド条項の値上がり分をこれで抑えたというよりは当初、まあ、計画していたものに加えてですね、いろんなコスト削減の努力をしているということで掲げさせていただいているものになります。ですので必ずしもそのスライド条項の今回の分という捉え方ではないということはお含みを聞きください。でその中で特に、まあ、実際工事やってみるとですね、その設計の段階と違ってですね、そういった工事に着手したときに、まあ、設計の内容との変更を余儀なくされるということも出てきております。でその際に工事事業者の皆さんと、松江市のですね、そういった工事を担当しているセクションのものがかなり、密にコミュニケーションを図らせていただいて、同じような機能が提供できるが、まあ、こちらであれば、少し、まあ、安くて済むというようなものを提案してもらってですね、でそれを取り入れるという形にしております。できるだけ費用の削減には努めておりまして、でその中でその工事資材の分だけではなくてですね、例えば、まあ、非常にこう少し一つ一つの積み上げでしかないですけども、まあ、運搬用の段ボールというのを1回きりで使うのではなくて、それをストックしておいてもう1回使うだとかですね、まあ、そういった職員の心がけという部分もありますし、こちらなどは、まあ、職員用のロッカーをですね、できるだけ効率的に配置して、であとは、まあ、ハンガーラックなどでですね、代用できるようなものにするとかですね、そういった一つ一つが、まあ、コストの削減につながっていくというふうに考えているところです。どうしても、まあ、資材価格の高騰のような大きなところはなかなか防ぎようもないので、あとはそれを、まあ、いかに工夫してですね、まあ、効率的効果的に施工していくかといったところは、これ事業者の皆さんにも非常に私の立場からしてみるとありがたくてですね、日々いろんな提案をいただいて、できるだけこうコストが縮減できるような形での建設工事を進めていただいているというところでございます。ありがとうございます。何がいかがでしょうか。はい、読売新聞さん。読売新聞坂と言います。すみません、債務負担行為のことに関してなんですけど、はい、これ、まあ、大体42億2200万円としていただいてるんですけど、はい、今回の6号補正に計上はしているけれども、補正の総額には含んでないっていう理解でいいのか。はい、債務負担行為として計上させていただいておりまして、42億となります。予算の執行自体は来年以降だ。おっしゃる通りです。そうです、わかりました。来年以降の長期的な債務負担ということで今回は提案をさせていただくということになります。でこの42億2200万円は先ほど言っていただいたように、実施設計や改修工事、維持管理、運営を担う事業者さんに対してのということでいいですか。その通りです。わかりました、ありがとうございます。他皆さんよろしいでしょうか。中国新聞さん。すみません、中国新聞の寺本です、はい、すみません、今日の発表ないと内容とは関わらないところで、はい、ガス事業の民営化の件でちょっと何点かお聞きしたいんですけれども、はい、先日ですね、市議会の方で総務委員会と経済委員会の連合審査会があって、その中でガス局の方からも直近の取り組み説明会だったりの、説明があったところです。でその中でですね、市側の説明としてまだ地元の事業者の方々に民営化の方針そのものを含めてまだ理解が完全には得られていない状況という、お話がありました。で一方で市長も、これまでもですね、事業者さんとの説明意見交換会の際も
委員会、選定事業者の上等先の選定委員会が設置された暁には、はい、地元事業者さん の, 手助けがないとこれまでやってこれなかったというところについてはリクエストをしたいというふうに、はい、おっしゃってたかと思うんですけれども、現時点でですね、まだ委員会が設置されてない状況ですので、まだ先の話になると思うんですが、どういったこう内容の、先日の市の説明では地元事業者への配慮というような言葉だったと思うんですけれども、具体的にどういったリクエストをですね、委員会設置された暁には、はい、されるのかというところはお考えをお聞かせください。はい、わかりました。今まで長きにわたってですね、松江市のガス事業というのを支えてくださっている皆様ですので、具体的にですね、その皆様がいらっしゃることによってガス事業が営まれてきたと、安心安全な形で営まれてきたという実績について選定委員会について、対してですね、話したいというふうに思っています。結果的に最終的に当然ですけども、需要家の皆さん、市民の皆さんがですね、やはり安心できるガスの供給がなきゃいけませんので、そのために少なくとも松江市としては今までガス事業を営む上ではですね、必要な存在であったという皆さんのことを選定委員会の方には客観的にこう評価していただくということが必要と思っておりまして、で松江市としてこれまでの実績であり、また今後安定運営するためにそういった皆さんのご協力がいるといった話をさせていただこうと考えているところです。市長から、選定委員会の方にそういった、文面だったり文書だったりそういった形でそうですね、はい、ちょっとどういった手法になるかはこれからまた選定委員会を実際に設置してみてからということにはなりますが、確実にそういった、声が届くようにですね、していきたいと考えております。あと地元の事業者の方々への説明っていうの、説明だったり意見交換会っていうのは私たちが取材する場以外とかでも事務局レベルであるんだと思うんですけれども、はい、現時点でどれくらいこう理解を得られているかというところについてはどのようにお考えでしょうか。そうですね、先ほど申し上げたその、事業者の皆様とあと実際の需要家の皆様ですね、に対して、特に需要家の皆様に対してはその公民館単位での説明会をずっとやってまいりまして、それが昨日終わったところではありますので、事業者の皆様と同様にですね、やはり、説明をこう尽くしていくということが必要だと思っています。で先ほどおっしゃられたように、2度にわたって私も出席してですね、事業者の皆様とは意見交換させていただいておりますので、事業者の皆さんと組合の皆様なんですけど、ですので当然ですけど、今後またですね、そういった必要があれば私もまた事業者の皆様とお話をして理解をしていただけるように説明を尽くしていくということを今後も、それを務めていきたいと思っております。予定としてはないですかね、今後市長と先日のような10月にあって、今目下のところで何月何日という予定はありません。わかりました、ありがとうございました。他よろしいでしょうか。はい、日経新聞さん。日経新聞ってすみません、これ今日のやつとまた関係ないなんですけども、一畑百貨店の跡地利用を含めた駅前再開発について、早ければ今年度中に検討委員会も設けるって言っておっしゃってたんですけれども、具体的なスケジュールとかメンバー構成とか見えてきたんでしょうか。今検討を進めているところでして、できるだけ速やかに設置した上で検討に着手したいと考えているところです。年内っていう方針は今でも変わらず、可及的速やかにというふうに思ってますので、1月14日が実際市畑百貨店の閉店ということになりますし、またもちろん市畑百貨店の跡地だけではなくてですね、JR 松江駅前の再開発再整備というのは松江市としても積年の課題である部分もございますので、検討に早めに着手するに越したことはないというふうに考えております。他はよろしいでしょうか。そうしますと以上で会計の終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。